合ってんの？合ってんのこれで90年代バラエティ方式撮影深町はじめ、ありがとうございます。エルカミです。エルカミ市長、何とか終わることができまし た。今回ちょっとね、あの配信聞いてる方もおなじみだと思うんですけど、はい、僕が結構弱気なね、はい、あの配信しましたね。ああ正直売れないかと思いましたみたいな、やってましたね、そういうことをね。開けたら普通に満席ですね。嫌な感じの、嫌な感じ、嫌な感じの人ですね、それもね。ね、今日やったライブでね、はい、あのお客さんがリピーター多いんでね、はい、お前らこんなもんじゃねえんだろうっていう感じを途中まで受けました。はい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 、で、だんだんこう掴み出してからの後半は圧巻ですよね。でも自分で言うなんで、そうですか。まあ、よかったんじゃないですかね。ちょっとね、前半早いかなと思ったんですけど、ね、僕が早かった。はい、で途中からちょっとね、ゆっくりめにして喋れるようにしましたね。60分ノーカット漫才ってやってんだけど、デロリアンがいつもさ、漫才を全部終わった後にさ、時間の経過がわけわかんないって言ってたじゃん、俺今日それだったの。あ、ほんとやばい、これ時間足りてる？だった30分ぐらいみたいな、それ80分ぐらいやった。俺途中で時計ちょっと見ました。見てたよね。見てちょっと早いなと思って、帰りたいのかな。次時計見る人って帰りたいのかな。いっぱい喋るし、俺ちょっと時間あるからちょっと見とこう。面白いな。60分漫才ってさ、何回ぐらい、6回ぐらいやってるのかな。いや、結構やってるんじゃないですか。3、4年やってるからもう面白いよね。途中でさ、やっぱり受けたいもんだからフリートークとか入れるじゃん。はい。で、なんかお客さんが乗ったり離れたりみたいな、なんかその、なんだろうな、この配信乗ったり離れて、まあ、ね、乗らない方がいいんだなと思いながら乗ってる時ありますけどね。話によっては無理。あ、分かる。話によってはね。でもちょっともうちょっと突っ込んでいこう。俺もなんか放送コードバグってきてね、なんか割と早い段階で曲が弾いてんだって言われて単独だっつってるんだよ。まあね、ありますけど、それはしょうがない。しょうがない。それはしょうがない。で、単独の配信の、単独のエンディングトークでも喋ってるんだけど、3月ぐらいにやったオールナイトドバイって俺らの生配信をやったんだけど、はい、2人ぐらいスポンサードしてくれてるんだけど、まだバックのものを送ってない人がいて、はい、でね、ちょっとこう、もしよかったら DM とかで連絡先とかここでも、はい、ごめんなさい、お願いします。ごめんなさい、なんかちゃんと俺がしないといけないんだけどね、誰かわかんない、見失って、ちゃんとしないといけないんだけど、ちょっと力を貸してほしいですね。そう、ちゃんとできない。はい、つくバグってきた。なるほどね。ということで、いですよ、いや、しょうがないですよ、こっちまで、こちらなんですよ。でね、まあ、まあ、最後にこれ言うとキャー言われるかもしれないけど、なんですか、今キングオブコント出ようかと迷ってます。いやキャンもなく、最近毎年出てます。迷ってます。はい。何か1回戦の壁を。1回戦沸かしますよね。いや、1回戦沸か、まあ、笑うけどね、やっぱダメだね。俺思うんだけど、この前大の字さんが司会してたらしいんだよ、予選。で、本田に参加するんだけど、今日予選見てたけど、自分がこの人たち行くかなと大体審査一致してたけど、みんな自分の笑いをつなげて続けていってほしいって感じ。もうそれをね、いやもちろんこうチェンジ、なんていうの、シフトチェンジっていうのはちょっとこうちょっと合わせてもいくんだけど、なんか急ね、らしさをね、らしさを残してやると、わかんだろみたいなのはちょっと入れたいですね、2回ぐらいは。それがコントじゃないっていう説があるからな。でも言ってるからね、やめろよお前、居酒屋のお客さんに説明する癖あるんだからって言ってる。だから最初入る時にちゃんとコント丸々って言ってからよ。ちゃんとコントですっていう、コント丸々だから、はいはい、手挙げてコント丸々って、で椅子絶対そう、あとビビってやんねんだけど、やれねんだけど、もう一切よくショートコントやってまんねん、ここぐらい。キングオブコントそんなんじゃないでしょ。まあでも、まあな、まあやらせてくれ、まあまあでも分かんない、それは基準も変わっていくだろうし、まあそこら辺もちょっとお楽しみにしていただきたい。エルカブキのエルカブ機長はアーカイブが2週間、はい、販売中となりますので、す、よろしければぜひご購入ください。 YouTube で1分混ぜていっぱい上げてて、はい、そこでやってるネタを変えたり、そこでやってないネタがいっぱいあったり、はい、そうしますんで、なんかね、ふざけたことやるといいんだよ。んなんか漫才も見に来てくださいとか、いや、いいっす、YouTube で見てるんだよという人がいるんで、なんかその、金は払わねえんだこいつとか思って、そうね、金は払えよ。金払ってないんだからさ、こっちに意見するってやってないんです。課金しねえやつがクソみたいなコメントしてくるっていうのはね、ほんまあ、こんなこと言ったら誰も買ってくれる。ありがとうございます。といったところで、はい、また気になさってください。